こんにちは。エンタメ岬案内人の中野真理です。今日もよろしくお願いいたします。もうあと10日で2021年もおしまい。大掃除もやってない。仕事も終わってない。やることたくさん残ってる。本当に、困ってますが、今日も配信だけは頑張ってやりたいと思います。それでは皆さんついてきてください。改めましてエンタメ岬案内人の中野真理です。本日のテーマ、京都南座の、現在やっています12月公演についてお話ししたいと思います。こちらが番付になります。こちらですね、こっちかな。番付、東京では、筋書きと言います。そして、関西では番付というふうに言います。どういうふうに違うのかっていうと、中身は同じなんですけれども、つまり関東の人は、どんなお話なのっていう筋書きが知りたくて、そういう筋書きが書いてあるものを買うっていうことですね。番付っていうのは、この中にありますですね。こういうところを番付っていうんですけれども、つまり誰がやるのっていう、そのどなたがやるんですかっていうことを、知りたい。この人たちが番付ですね。ちょっと待ってね、今。番付、筋書き、これかな、これですね。こちらが、歌舞伎座の筋書き、こちらがここかな、京都の番付。まあ中身は同じです。何にフォーカスして、そのプログラムっていうものの名前が定着したかっていう、そういう違いですね。さて、そういったことでですね、今回はこの番付、南座の番付の方の、ここ見てください。ですね、あ、ごめんなさい、ですね、これのあれ、ちょっと待ってね、こうですね、こう書いてあるの分かりますかね。こういうふうにすると分かるかな。当たる寅年、吉霊顔見世興行、東西合同大歌舞伎というふうにこの番付に書いてあります。当たる寅年、来年は寅年ですよっていうことで、顔見世興行っていうのはだいたい11月にやるっていう話は前したかな。歌舞伎の1年は11月から始まり、11月にはこの1年間この、
こういうキャスティングの人たちでここは興行しますよっていうことを、まあ、お知らせするみたいな部分もあって顔見せ興行というのをやります。ですので、この南座も11月は、顔見せ興行なのでございます。11月。ところがこれが12月になっているのはどうしてかっていう話もこれからちょっとしていきたいと思います。それからですね、東京都南座って祇園史上本当に、京都の中でも、鴨川の四条大橋のすぐ近く、もうあの裏はすぐに花見小路っていう、祇園のまあ入り口、もうちょっと行くと八坂神社っていうところに、なんですかね、南座っていうのはあるわけです。それでですね、いろいろな、まあ、あの宮川町とか、まあ、祇園後部とか、まあ、いろんな、ところがあるんですけれども、舞妓さんや芸妓さんがですね、創建する日っていうのがあるんですね。この間私が行った日が、12月の、初日の次の日だったかな、あ、次の日か3日の日に、第1部行きました。お昼ですね。夜は舞妓さん芸妓さんお仕事ありますので、朝一番の第1部をご覧になることが多いんですけれども、いわゆる桟敷の席にですね、こうずらっと並んで、東側が舞妓さん、西側は芸妓さんとかですね、こうずらっと並んでですね、そう本当にあの、ニュース、あのテレビ報道とかそういうのも入りますし、本当に華やかです。で、マナーとしてね、ロビーとかであの芸妓さんや舞妓さんにすれ違いますけれども、マナーとして、写真撮ったりとか、こうあのバシ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 ってこう、お客さんはね撮らないっていうのが、ま、マナーですね。まあちょっと遠目からこうあの私も3階からこう全体を撮るふりしてですね、あ、ここら辺に舞妓さんいましたみたいな写真は撮ることあるんですけれども、もうなんか目と鼻の先でもうなんか行く手を遮るようにしてバシャバシャ撮ったりとかですね、あと、すごいズームで隠し撮りしたりとか、そういうことはしないっていうのが、まあ、あの粋ですね。あのそういう野暮なことしない、あの舞妓さんも来てはるなぁとかっていう感じで、綺麗やなぁとか言いながら、皆さんチラッと見ながら、普通にしてる。それが、南座の、お客さんの、マナーでございます。でもね、とっても華やかですよ。ちょっとウキウキしちゃいます。で、それがまあ、南座の、歌舞伎の、素晴らしいところなんですけど、もう一つ、よくこちらもニュースになりますね。招き川がありますっていう言い方をします。この、前面にですね、いわゆる看板、あの役者さんの名前が書いた看板があるわけです。いわゆるあの看板役者の看板ですよね。この間中村中蔵っていう出世の傷橋ですか、NHK で、中村勘九郎さんが主演で、やった時にもう名題っていう、まあ、あの一番一発の、あの役者になったら看板が上がるっていう、看板上げてるシーンもありましたよね。ああいう感じでもう看板を上げるわけです。逆に言えば歌舞伎座とかそういうところには看板が上がらないんですけど、その分先ほどのようなですね、筋書きの中にはですね、まあ見えるかな、こんな風にですね、鑑定流って言いましたかね、ちょっと字が独特な字でですね、こんな風に、招きの代わりにここに番付、ちゃんと先ほどのと同じ番付がこう筋書きの中にあるわけです。で、このですね、招きが上がるわけですけど、どこに上がるんだかっていうことに意味があるんですね。どこに上がるか、どこに自分の名前があるか、どこに自分のご贔屓の役者さんの名前があるか見てみましょう。まずは、こちらが西、上方の役者さんです。そしてこちらが東、関東の役者さんです。皆様思い出してくださいませ。
東西合同でございます。東と西だから右側が、上方の役者さんの名前で、向かって左側が東、こちらが、関東の、江戸のですね、役者さんのお名前というふうになっております。そしてですね、上方の役者さんは西のどこにかかってもいいっていうわけじゃございません。看板役者に序列がございます。どこに上がるかっていうのがとっても大切。まずはですね、ここですね、一番上のところ、片岡仁左衛門さんの名前があります。今、まあ、筆頭っていうことですね。この、右の上、ここが筆頭でございます。で、この下のところに中村鴈治郎さん、だからこの2人がでも、真の役者でございますっていうことですね。じゃあ江戸の方、東関東の方はどうなのか。今度は左のまた端ですね、こちらが、上が中村梅玉さん、下が中村芝翫さんです。この2人が真ですよっていう、そういうことですね。じゃあ次の人どこに書いてあるの。ここでございます。西、上方の方は中村扇雀さんが、中央の水色の枠の中の上にあります。で、下は片岡高太郎さんが、入っております。で、東江戸の、東京の関東の役者さんの方は、上が中村金之助さん、下が松本幸四郎さんです。この1,2,3,4,5,6,7,8、この8人がいわゆる主演クラスの人ですよっていうことですね。そのことを、この招きというものが、見るだけでわかるということでございます。そしてそれがいわゆる番付にもきちんと書いてあるということでございます。これは何に出るとかそういったことは関係ないんですね。本当に役者としての序列でございます。そしてですね、つまり、この赤い方が外側の方が、まあ、どちらかというと序列が上、そして内側、一番内側のところにその次っていうふうにこうなっていくっていうことですね。これが分かるとちょっと面白いかなっていう感じですね。で、まあことほどさようにですね、これすごく東西で分かれているってとこがやっぱりミソで、江戸と上方の役者が、まあ、それぞれの、まあ、演技の、まあ、技法とかですね、その雰囲気とかそういったものを持ち寄ってしのぎを削って共演する場です。紅白歌合戦みたいなものではないので、一緒に共演、一つの、お芝居の中で共演することももちろんあります。西がこれ来たら東がこう来るみたいな、そういうことではないですけれども、でもその、上方の味も、関東の、味も、どちらも味わえることができるっていうのが、この東西合同っていうものの、まあ、妙味でございます。そしてですね、昔はですね、昔って、10年ぐらい前まではですね、朝の10時半から夜の10時半ぐらいまでやってて、帰るつもりが帰れなくなっちゃったみたいな話もよくあったんですね。で、私は関東の人間なので、まあ、行くとしたら泊まらなきゃなんないわけです。日帰りで行こうとすると、まあ、朝早く行って昼の部を見ることはできても、夜の部は最後の4つぐらい出し物があって、その最後の出し物は見ないで帰るとか、そういう人たちも、もう新幹線の時間があるからとか言って、最後まで見られなかったわとか言って帰ることも、まあまあありましたね。で、だからまあ、関東の人が見に行く時にはまあ、朝出て夜の部を見て
その日は京都近辺で泊まり、次の日の朝10時半から昼の部を見て、終わったら帰る。一泊仕事っていうことですね。で、かつてはそういう感じで、ちょっとこれが、これ平成24年10月のものですけど、番付見えるかな、第1部4つ、第2部4つ、第1、第2、第3、第4、第1、第2、第3、第4ってこう8つもやってたわけですよ。8つですよ。すごいですよね。ところがですね、今はですね、コロナっていうこともありましてね、ちょっと短縮されちゃってるのが非常に、本当に残念ですね。私がもう10時半まで見るぞとか思って10時半までやったのを見たことがないっていう、9時ぐらいとかぐらいまでがいいとこかなみたいな感じで、その、電車がなくなるまで構わずやるその、役者さんたちの意地みたいなのを一度見てみたいと思ったんですけども、時代が違うのかな、そういう時代ではなくなってしまったのかもしれない。これは、南座のそのすごいなんか素敵なところだったんですけど、ちょっと残念かなっていうふうに思っています。それからね、先ほど言いました11月の顔見せなんですよね。だから12月から顔見せ興行やるのちょっとおかしい。これ30年、あ、これだ、平成30年、南座新会場記念、この時に11月12月って2ヶ月やってます。中身違います。でこの11月12月を続けて異なる演目で公演をするっていうのが東西対抗の、また素敵なところだったんですね。まあ、考えてみればですね、東京では歌舞伎座が今12月もう毎月のように歌舞伎をやっているわけです。で、歌舞伎発祥の地と言われている、それこそ出雲のお国の銅像が、鴨川の祇園のそのいわゆる南座を仰ぎ見るようなところに、鴨川沿いにある、その京都でですね、2ヶ月続けてやるっていうことがすごいねって言われてること自体が本当はちょっとおかしいっていうか、京都でこそ毎月歌舞伎がやっていていいんですけど、上方歌舞伎は一時本当に、人気が降下してしまった時があって、で今の仁左衛門さん のお父さん方がですね、もう本当に必死に戦後を立て直して、戦前からですね、昭和の時代に立て直して、ここまでになったっていう、その藤十郎さん、坂田藤十郎さんなんかもそうですけれどもっていうところがありまして、11月12月、それこそ10時半までいくらでもやるぞっていうのは、そういう喜びの一つの、叫びのようなものだったのかもしれないですよね。やれるところがある、上方で歌舞伎がやれるっていうことがもう喜び、幸せすぎてたまらないっていう時期が本当にあったようです。で、先ほども申し上げたように、今はね、今回も終わったら8時ですよ。3部制で10時半からは始まるんだけど、やっぱりコロナで8時までっていう時があったじゃないですか。いろいろ緊急事態宣言の時とかもね、8時まではやっていいけど8時以降は閉じなさいっていうことが割とあったので、そういったこともあって、でこう柔軟に対応できるように8時までになさったのかもしれないんですけれど、その昔を知る人間としてはちょっと物足りないか、これからっていう感じはなきにしもあらずですね。ただ、帰りやすいです。
はい、やろうと思えば、日帰りができる人もいるかもしれませんっていう感じですね。で、先ほども申し上げたように2ヶ月連続公演ではなくって、とりあえず顔見せ興行っていうのは11月だから、11月の終わりのところから、日によってはですね、11月30日から12月十何日までみたいな、そういうそのとりあえず11月にかかりました的な1回公演っていうものもあり、そういう年もありましたね。で、今回はもう始まりが2日でございます。なのでもう本当に12月のみの1回公演っていう風になってしまっているわけで、これはもうコロナのせいですね。本当にいろんなことを考えてこうなっているんですけど、それにしてもまあ、一昨年とか去年とか考えると、できたことにもとにかく感謝、本当に歌舞伎ができたことに感謝っていうことです。そして、内容ですね。今回のようやく内容です。第1部、坂田藤十郎さんの三回忌追善狂言ということで、坂田藤十郎さんの、お写真がロビーにね、たくさん飾ってありました。本当にいろいろなお役をそれも当たり役としてなさっていたっていうことがわかる素晴らしい展示になっていて、ぜひ1階のロビーいらした場合は、座席に着席して、上演されるのをご覧になるだけでなく、ロビーも絶対見てくださいっていう感じです。第一部はそういうことでですね、曽根崎心中と晒し三番叟、これどちらもそのロビーに藤十郎さんがなさってた時の、お写真が飾ってありました。で、この2つを、曽根崎心中は、お子さんである、鴈治郎さんと、それから千尺さんが、お初と、鴈治郎さんは徳兵衛、千尺さんがお初、千尺さんがお初で徳兵衛が、鴈治郎さんっていうこの、兄弟コンビでやってらっしゃいました。それから晒し三番叟の方は、鴈治郎さんの息子さん、藤十郎さんのお孫さんにあたる、勝太郎さんが、主演でやっていらっしゃいました。それから第2部に関しては三人吉差と身代わり座禅です。ちょっとさっきね、ちょっと、ごめんなさい、曽根崎心中は赤くしてあるんですけど、今度は身代わり座禅が赤くしてあって、三人吉差が青くしてあるんですけど、これさっきの、招き上げのところでもそうなんですけど、西のお話が赤、東のお話が、青でございます。身代わり座禅っていうのは花子っていう、まあ、なんですかね、白拍子が、京に登ってきて、あなたパパ会いたいわって愛人が言ってるんで、愛人のところに行きたいっていう、なんとかしてうちを奥さんだまくらかして一晩花子のもとへって言ってやるお話なので、どちらかっていうと、まあ、関西の話ですね。三人吉差っていうのは隅田川のところに、こう、今日は、月もおぼろにっていうところから始まる、名調子、川竹黙阿弥の名調子、いわゆる江戸歌舞伎でございます。で、この、まあ、先ほどの東西対抗という意味で言えば、作品もね、バランスをとってるっていう部分があるかもしれません。そこで第3部なんですけど、第3部「狩りの便り」っていうのが、これがまあこれも藤十郎さんがとてもよくなさった、まあ、いわゆるこってこての、
髪型のお話なんですね。いわゆる関西弁がガーッと出てくる世話物でございます。雲の糸、あずさの張り弓っていうのはどちらかというと、荒ごとに近い、一応松場目物ではあるけれど、アクションものであり、そしてこう、熊取りなどもある、どちらかというとこう江戸庶民が喜ぶですね、お話でございます。ところがですね、この狩りの便りの主演が、江戸の役者の松本幸四郎が初役で務めるというところが、今回の南座の、ちょっとセンセーショナルな、事件でございました。で、確かに幸四郎さんはよく仁左衛門さん の当たり役としている、お役、例えば「女殺し油の地獄」とかですね、そういったものも含めて幸四郎さんってこういう役で人だねっていうふうに言われているものが多く、だからそのことについてはあんまり違和感はなかったんだけど、とにかく京都で関西弁のしゃべくりを、東京の人間がやって、は偽物だわって思われないでやるって本当に大変なことだと思うんですよね。もうすごいなと思う。そして私が見に行った日は初日だったので、ちょっと硬さもあったかもしれません。でも、最初のところはちょっと硬いかなって思ったんだけど、途中からすごくこう乗ってきて、私は成功かなっていうふうに思いましたし、その後回を重ねるごとに評判もすごくいいみたいです。で、やっぱり例えば藤次郎さんが当たり役としていたら、藤次郎さんのようにやらなきゃいけないってことはないと思うんですよね。私勘雀さんでも、狩りの便りを見ていて、今の鴈治郎さんですね、今の鴈治郎さんが勘雀さん時代に、狩りの便りをやったのを見ているんですが、これもすごい良かったですが、幸四郎さんは幸四郎さんでちょっとこうなよりんとした感じがまた良かったというふうに思います。で、先ほども申し上げたように、上方歌舞伎っていうのは本当に上方発祥でありながら、上方で歌舞伎っていうのを毎月やることが本当に厳しい、時代なんですね。で、その中で坂田藤次郎さんっていう、片岡仁左衛門さん、坂田藤次郎さん、松島屋と西の成駒屋っていうこの2つのお家が、上方歌舞伎をこう支えてきているわけなんですけど、その巨星、大きな星であった藤次郎さんが、逝去されたっていうことで、ますます盛り上げていくのが難しい。そしてやはり役者も人間ですので、どの役でもやりますっていうオールマイティーな人もいれば、この役は自分に合ってるけれど、こういう役はあんまり合わないなって、本人が思う、お客が思う、いろいろあるわけですね。で、その中で、どうやっていろいろなお役を継承していくかって言った時に、ちょっと東京の人間ですから関西弁勘弁してくださいみたいなことを言ってたら、先ほども言ったように、上方発祥なので、特に義太夫狂言とかはほぼほぼみんな、関西のものなわけですね。だからその関西の雰囲気っていうのを出せるのが関西で生まれ育った人だけってことになったら、もう本当に先細りなわけです。で、そもそも論として、仁左衛門さんは京都の生まれで京都の育ちで、東京に出てきましたけれども、でも、高太郎さんは東京でお育ちになりましたし、今の鴈治郎さんも東京でお育ちになっていて、藤次郎さんは上方でお育ちになってますけれども、だから
血が髪型の血であっても、生活は東京だったりとかする人たちが多くなっている中でですね、なぜかといえば、だって東京でしか12ヶ月歌舞伎やってないんですもん。だからそっちにこうシフトするのはある程度仕方がないと思うんですけれども、そういう中でどういうふうに上方歌舞伎を継承していくかっていうのは本当大きな問題だと思っています。で、そういう意味ですごいチャレンジャブルな、江戸でやるならまだしも上方で上方歌舞伎を初役でやるっていう、この幸四郎さんは他にもそういう上方の、狂言を、関西で発役っていうのがこれまでも何回かあって、まあある意味認知度は高いっていうか、まあ幸四郎さんなら大丈夫かなって思われているところは多いと思うんですけど、それにしても狩野頼りは本当にこってこってのしゃべくりがあってすごい大変だっただろうなっていうふうに思いますけど、やっていただいて、そしてその教えていた発役でやるということは必ず、誰かに教えていただくということですね。で、教えていただいたものを自分の体の中に入れておくことで、次の世代に教えることもまたできるっていう意味でやっていただいて本当に嬉しいなっていうふうに思いました。で、南沢はね、11月12月は吉例顔見世ですけれど、他にもやっております。3月9月割と歌舞伎がかかります。そして3月花形歌舞伎、今年のね3月、やったあの仲間でですね、今回は巳之助さんも入りですね、花形歌舞伎再びフレッシュな顔ぶれで、何かやってくれそうということで、ぜひこうご期待ですね。私も行きたいと思っています。で、あなたにプラスワン、もっと歌舞伎が好きになる玉三郎と七之助のトーク。現在もうストリーミングオンライントークショー美しき女型の世界の第2弾になるのかな。前は坂東玉三郎さんと菊之助さんでやってましたけど、今回七之助さんと、玉三郎さんで、今配信中でございます。有料チケット26日まで、売っておりますので、ぜひ、お二人のファンの方、それからですね勘三郎さんのファンの方、ぜひ聞いていただきたい。玉三郎さんは勘三郎さんと本当に仲が良かったっていうことがもう伝わってくる、その思い出話、その単にあそこに行きましたここに行きましたじゃなくって、その、楽屋裏でどんな話をしたのかとか、そういったことも含めてですね、本当に聞いていて、本当に勘三郎さんのことが好きだったんだな、本当に仲が良かったんだなっていうことがよくわかるお話になっています。それから今12月歌舞伎座でやっている信濃路もみじの鬼揃い、これを、どうしてこれを作ろうとしたんですか、もみじ狩りっていうね定番の、歌舞伎があるんですけど、作品がそれを、5人騎乗揃えてっていうふうにやってのはなぜですかっていう話も最後に出てきてですね、これも初めて聞いたみたいな感じで、七之助さんもなんか驚いていらっしゃったりとかしました。聞き応えのあるで、そしてとてもリラックスしてねお二人がお話になっていて、七之助さんがねまた勘三郎さんの真似をするっていうか、普通に勘三郎さんの話をすると声色がね似てるんですよね。もうそこに勘三郎さんがいるような感じで、勘三郎さんもそこにいて3人で話してるような感じがして、とてもなんかほっこりする時間でしたので、ぜひ、中村屋のごひいきの方、それから、玉三郎さんのごひいきの方、歌舞伎が好きな方はぜひこのオンライントークショー楽しみにお聞きください、ご視聴ください。でということでですね、今南座の公演第1部曽根崎心中やっています。これの内容についても書いてあります。15編
歌舞伎十五編について書いている、私の著書恋と歌舞伎と女の事情、よろしくお願いいたします。ということでですね、今日もお話をさせていただきました。南座どれが一番良かったかっていうと、まあ、もちろんね、仁左衛門さんの身代わり座禅はね、もう言うことないわけですよ。言うことないけど、私は結構和太郎さんの晒し三番叟がすごく印象に残ってるかね。もうなんかとってもすがすがしい踊りで、センターに立てる人なんだな。次は和太郎さんのお初を何度か私も見てますけれども、戸次郎さんのね、おじい様の芸を継ぐっていう意味でも、和太郎さんのお初を、今度は見てみたいなっていうふうに思っています。そして、やっぱり幸四郎さんに発役で終わらないでね、何度もやっていただいて、上方歌舞伎を、残していただきたい、それの一翼を担っていただきたいというふうに思っています。ということでですね、今日も、なんだかんだ言って30分、お話をしてしまいましたけれども、今年は来週がラストです。来週は1年を振り返るつもりです。